さあ今現在かっちゃんが戸口トンネル夜の、入り口が入れるかどうかをチェックしております。さあ入れるのでしょうか。わあ、なんて棒読み。あった。壊されとる。入れるんですか。うん、入れる。あ、右側がぶっ壊されとる。何かでぶつか、壊されとる。やっぱし来とるね。ひどいな、あんなことしたらいかんよ。うわ、なんていう。あ、あれ、こんな開いてたっけ。あれ違うよね、あの前さ、こっちを刺したもんね。え、なんでこっち側がぶっ壊れてんの。やば。こんばんは、じいちゃんハンです。違います、違います。昔に戻るな。はい、電子研究家、ムイ&カッチャンネルのカッチャンです。はい、カメラマンやってます、ムイです。はい、カッチャンネルが今から今度はどこやった。旧戸口トンネルで。旧戸口トンネルの夜バージョン。はい、あの、生放送をやった直後でございます。そう、皆さん本当生放送本当楽しかったです。本当にありがとうございます。あんな貴重な、こんな、ね、忙しい時間を割いて付き合ってくれてありがとうございました。そうですよね、割とゴールデンタイム乗っ取りましたよね。ゴールデンタイム、本当に申し訳ないです。はい、そんな生放送後の撮影決まっていきましょう。いきましょう。で、早速この入り口前ですが、霊感的にはいかがですかな。あの、今はいこのドアのちょうど向こう側に前いた、はい、あの西洋人っていうか背の高い男性が待ち構えてます。あら、さあ、ではね、心なき人、心のない人がこうやってドアをぶち壊したんですよ。あ、これ反響してんのか、声が。ほら見てください、もうぶっ壊されてます。すごいね、なんか、うん、ここまでして入りたいかねっていう情熱も感じるわ。なんかはい、行きましょう。びっくりした。では皆さん進んでいきましょう。今日寒いな。撮ります。はい、今日風が強いな。今この段階で何か幽霊さんいます、目の前。反響してる。幽霊さんもここですか。もうちょっと近寄りましょうか。あ、助かった。
立ち立った、うん、今この辺に僕よりもちょっと本当登れ高い180センチぐらいだいぶだけ人がここにいたんですけど消えましたね。それは怯えてる的な感じですか。受け取ったのでしょうか。あー、やっぱりお経が聞こえる。お経が聞こえる。お経が聞こえる。なんかカラコロ言ってる葉っぱの音ぐらいしか。今日の音は感じでしょうか。違うというのは。これ分からねえ。あのワンちゃん撤退ありえます。それだけ教えておいてくれると。冷たい風と生ぬるい風がもう入り乱れとるっていうか。相変わらずここの空気は混沌としてますね。進めるけど大丈夫なんですか。今写真シャッターを押す前にいくなって聞こえた。カメラに撮られた音入っとらんかな。はっきり聞こえたらいくなって。とりあえずなんていうの、いくなと言われた以上何かやべえと思うので逃げる準備はしておきますが。黒い影、明るすぎます。今これ今ここにいる。ちゃんのピントがボケた。ボケた。はい、失礼します。俺の影をちょっと
ということはちょっと横にとってかっちゃんの影が壁に映る感じにしといた方がいいかな。ということはやっぱり奥に何かあるんですね。この誰かが下手につついた跡っていうのは、やん、なんだこれは。前自転車しまったったね。しまってある物品ですかこれは。こういうことやるからいかんねやって。おびっくりした。おぉ、ん、何、びっくりした、ごめんなさい、失礼します。あ、びっくりした。あれか、マネキンでもあるかと思ったら、あれか、幽霊か。うん、立ってた。あ、びっくりした。待って。ていうかさ、はい。すげえぞね、みんな。なんかえらく散らかってますよね。うん、良くない子です。トランプが落ちてる。下にトランプが落ちてる。クイーン。キングです。逃げなくていいよ。大丈夫だよ。何もしないから。うん、じゃあ。今ちょっと心とここちょっとテレパシーでちょっと会話をしてみました。なんて言ってます？事故で亡くなられた方ですね。おっと、あれ、さっき生放送で言ってたあの事故の方？わからない。僕だけが死んだそうです。あとの4人は軽傷と、ああ、まあ怪我はしたけど生き残ってるし、で僕だけが死んだのがなんかおかしいっつって、あ、そこで納得いかない系ですか。僕らが来て、はい、僕らが来て昼間の動画を流した次の日、次の次ぐらい僕らが来た前で、はい、多分動画を流した1週間ぐらい後か、はい、に若い4人たちが壊したらしい、来たらしいんだって、大暴れして、大暴れと、うん、らしいです。だから僕お前らも仲間かって言うから、今いや僕らはただ来ただけっていう、この前、ああ来た、ああ分かってる、
手を触れて触れた人やで、僕と手を触れた人やから、ああ、はい、あの起きるの時にそう、はい、だから何もしないから大丈夫だからやり、あの進みなさいって、女の人の声はあの気にしずに、おっと、なんか気になるような女の人の声がするはするんですねってことは、ほら、テープはみんな引きずり出されてるの、え、これ新品じゃないの、立ってるしも電池が転がっていたり、アンプリファイヤー、声を送ってた拡声器が立ってたり、なんというか本当にやりたい放題やったっていうわけじゃな感じだな。待ってー、はい、確かにね、説明をお願いします。いや、今こっちに喋りかけてきてくれるから確かにね違う、何を話しかけてくれたんです、は何を話してくれたんです今、いや、こういう撮影をするのに、はい、うん、こういうところに来て怖くないですかって言ったら幽霊に心配されたぞ、ついに、あ、また落ちた、ん、ああ、あの、何喋ったかだけ教えてもらえると、え、いや、何時言ってるのかなっていうと、なぜ私は死ななくちゃいけなかったんだろうか、運命、うん、運命でしょうねっていう言い方をしておくだけだったのかな、でももう亡くなったんだからさ、諦めろとは言わないけど、どっかで落としどころつけるしかないんでしょうね、生き返ることもないし、黄泉の国に行った方がいいと思うけど、何をした方がいいと思うよ、うん、僕はね、僕はそう思う、でも知り合いが誰も来てくれないから寂しいってことなんじゃないです、ここのトンネルに来た理由は分かりませんか、いや、僕がもしやれたら除去させてあげるよ、幽霊さん、幽霊ってこうやって鳥が鳴ってるから見えるんだよな、皆さん、今かっちゃんの横に幽霊がいるらしいっすよ、右側に見えた人は見えると思いますよ、それその親近感湧いてる。
はい、女の子の声が聞こえてたんだよ。あの子には触れちゃいまって、やめよ。ん？あらまあ